日本東京都葛飾区西亀有西亀有は東京都葛飾区の地名。現行行政町名は西亀有一1丁目から4丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は西亀有一1.2丁目は124の0002。西亀有三3.4丁目は125の0002。葛飾区の西部亀有駅と綾瀬駅の中間に位置する関西な。 住宅市街地が広がる町である。西亀有1.2、3丁目は、常磐線南側に、西亀有2丁目の一部と、西亀有4丁目は北側にまたがる。隣接する地域は、北が、足立区等は1.2丁目及び道区東綾瀬1丁目、東が、亀有1.4、5丁目、南が、堀切8丁目、東堀切れ3丁目及びお花茶屋3丁目、 西は、足立区綾瀬2.3丁目。住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、西米有3の41の2の地点で29万6千円、平方メートルとなっている。この一帯は1889年の町村制。施行時点では大部分の区域が、南葛飾軍カメラオムをあざすなであった。 砂原は1932年の葛飾区成立の際に、佐原町となる。その後、1965年12月1日に、住居表示により佐原町1、佐原町2、佐原町、亀有町1、上千葉町の区域が、西亀有1の4丁目となった。東隣の亀有に由来。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。西亀有地区の町域内に鉄道駅は存在しない。しかし、隣接する亀有と綾瀬にそれぞれ一駅が所在する。植え千葉佐原公園、ありがとうございます。